こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は肩トレのマンネリを打破するならこの種目について解説させていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので概要欄からチェックお願いします。肩トレのマンネリを打破するというテーマなんですけれども、肩のトレーニング様々あると思います。代表的な種目でいけば、プレス系と言われるショルダープレスですね。ショルダープレスにおいてもダンベルで行うもの、バーベルで行うもの、マシンで行うもの、これも様々あります。あとはですね、レイズ系と言われるサイドレイズ、フロントレイズ、リアレイズという形で、基本はこの4種目でトレーニングされている方多いと思います。この肩のトレーニングにおいて一番のデメリットなんですけれども、筋肉を成長させる上で重要なのが、まずは物理的な重さですね。重たいものを持ち上げる、筋出力を高めるということと、筋肉への刺激ですね、ストレッチ刺激っていうのが非常に重要になってきます。でこのストレッチ刺激が、肩のトレーニングにおいてはなかなか先ほど紹介した4種目では得れないというところが一つですね、デメリットであるので、今回はそのマンネリを打破する、一つ目としてインクラインサイドレイズという種目を紹介させていただきます。とはいえこの種目は結構やられている方も多いと思いますが、改めて、フォームの解説だったりどういったところがいいかっていうポイントについて紹介したいと思います。サイドレイズにおいてもですね、このダンベルで行うサイドレイズであったり、ケーブルで行うサイドレイズ、様々あるんですけれども、通常のダンベルで行うサイドレイズの場合ですね、体の横、ダンベルを持ってきて、このまま上に持ち上げるというのが基本的な動きになるんですけれども、下ろしている位置っていうのはですね、三角筋のチューブには、ほとんど負荷がかかってない状態になります。で手を開けていくごとに、一番はこの位置で、一番負荷が乗ってくる。で下ろしてくると負荷は抜けていくという状態になります。で、ストレッチの刺激を入れるためには、肩のストレッチをされるときに、皆さんこういうストレッチをよくされると思います。肩を伸ばすストレッチ。ですので、こういうふうにする状態がこの肩のチューブ繊維が引っ張られている状態になるので、この位置でしっかり負荷を乗せるということが肩のチューブ繊維のストレッチのために重要になってきます。これを実際に行っていきたいと思います。インクラインベンチ台を使うんですけれども、ベンチ台をですね45度ぐらいセットしていただきます。でこのままですね、鍛えたい方の肩を上にしていただいて、そのままベンチに真横になります。なので、胸が真横を向くような形でセットします。でベンチ台にもよるんですけれども、上体固定するような形で、腕をですね固めていただいて上体を固定します。で肩のストレッチをイメージしていただくポジションですね、この状態でセットします。で力を抜いてしまうとここで負荷かからないので、しっかり胸を張った状態で肩がキュッとちょっと伸びている状態からスタートして、このままサイドレイズを行うように持ち上げていきます。ではやってみます。このままグッと持ち上げて、で元のポジションに下ろす、下ろす、という形で行っていくのが基本的にインクラインサイドレイズのフォームであります。でポイントなんですけれども、まず一つ目、先ほども言いました通り、下で負荷を抜かないというところと、一番重要なのがね、胸の向いている方向なんですけれども、ここがずっと正面を向いているような形で固定するっていうのが非常に重要になります。ここがですね、胸が張れていない状態からスタートしてしまうと、これでストレッチは全然かからない、負荷がかかっていない状態なので、胸を張った状態でしっかり腕を前に入れると。で後ろに上げる時も同様で、胸が開いてしまうと肩に負荷は乗らないので、ずっと正面を向いている状態でそのまま持ち上げるということで、あとダンベルの上げる位置ですね、スタート位置少し力を入れて
上げる位置もこの肩よりも上に上げるとですね、ここで負荷は全然かかってない状態になるので、しっかり三角筋に負荷が乗っている範囲で行うというところと、あと少し細かいんですけれども、よくこう小指から上げる意識でっていうことを聞かれたことはあるかもしれないんですけれども、手の甲をですね、自然に天井に向けて持ち上げることによって、この三角筋の中部繊維っていうのを刺激しやすくなるので、無理にですね、小指からであったり親指からであったり意識せずに手の甲を自然に持ってきていただければ、自然に三角筋のチューブに刺激が入りやすくなるので試してみてください。ということで、今日はインクラインサイドレイズの解説をさせていただきました。普段のトレーニングで、マンネリすることはあるかと思うんで、そういった時にちょっと違った種目を取り入れていただくことで、またさらにですね、刺激できると思いますので、参考になればと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE では得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトの方でも新商品やセールのご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。